サワディーカップ RTC のブーです。今日は今年できた新しいホテルでホテルランチビュッフェしに行きます。那覇市の国際通り沿いにできた、いきなり国際通り沿いにでかいホテルが建ちましたが、ホテルコレクティブ、確かそんな名前だと思いますが、そちらのホテルに行ってランチビュッフェしたいと思います。本当なのか嘘なのかよくわかりませんが、オープン記念でちょっとしばらく安いみたいなので、本格始動するともうちょっと値段上がりそうな感じなので、今の間に行ってみたいと思います。それではホテルへ向かいます。はい、ということで国際通りに入ってきました。といってもめちゃめちゃ端っこですが、ちょっと国際通りの人がかなり減ってるっていうことで、今11時15分ランチビュッフェにもまだだいぶ早いんですが、どれぐらいの人混みかなっていうのを見ていきたいと思います。この左側が牧師駅ですね。佐渡駅、牧師駅ですね。牧師駅のところから県庁方面に向かっております。人、なんかこの端っこってほとんどもうすでに昔から人あんまりいないイメージですけど、昔と同じような人のまばらさな気もしますが、一番中心の方も人少ないのかな。どうですかね。少ない、あ、少ないか。こんなとこ狭あったっけ。新しくできたやつか。あ、やっぱこの辺名前忘れた。建物の名前、天仏。この前カズチャンネルのカズさんがブルーシーライス食べてたとこですね。少ないですね、やっぱり。ここがちょうど、今はないですけど、公設市場が左手の頂点が入っていったらあるところですが、交差点にいる人たちが少ないな。あそこで信号を捕まりたかったの。渡ってる人たちを撮りたかったの。人少ないですね。いないわけじゃないですけどね。やっぱり僕の印象としては、10年前ぐらいの冬の沖縄の観光客の数に戻ったイメージなんですけど、皆さんどうでしょうか。どうですか。そういうイメージをしてるんだけど。最近観光客が順調に伸びてきてたんで、お店の人とかもお客さんが多いことでいろいろ準備してるでしょうから、突然減ったことで大変だと思いますが、国際通りのドラッグストアなんて大変でしょうね。日本人観光客はまずわざわざ沖縄に来てドラッグストア行かないでしょうからね。マスクを求めていく人がいるくらいでしょうか。そしてホテルはこちらの左手です。はい、こちら左手がホテルでーす。こちらです。こちらがホテルコレクティブ。実は沖縄系の企業じゃなくて台湾系の企業だったと思うんですが、沖縄の企業も絡んでるのは絡んでたと思いますけど、大元は台湾の企業が建てたホテルです。国際通りにバカでかいホテルです。なんかここだけ国際通りの雰囲気違いますよね。それでは入っていきたいと思います。それでは中に侵入しました。この人ですね、係の人。こんにちは。今日はランチ、ランチのであればそのまま過ごしてください。はい、ちっちゃい子いるので一旦駐車場一人しか入れないので、はい、あのお連れ様ちょっと中で待っていただけますか。あ、わかりました。そのままあちらに移動します。あ、はい。はい、先に降りてっていうことで子供と妻だけ降ります。それでは駐車場へ移動します。対駐車場一番の方に、はい、頭から突っ込む、はい、お名前を伺ってよろしいですか。新井、新井様、はい、それでは車を止めたので入っていきたいと思います。それでは入ります。こちらのランチです。それでは違う、とりあえず4階に上がってきましたが、まだもうちょっと早かったので待ちです。にしても4階いろいろありますね。チャペルも目の前にあります。ここがおそらくチャペルですね。光ってて見えないと思いますが、こんな感じですね。近づけたら見えるかな、わからないか。こんな感じです。そして実はこっち側に風強いプールもあります。プールです。プールがあります。いい感じですね、こんなプールがあるところです。そしてホテルはずっと上です。上は客室ですね。そしてここが、このガラスの向こうがレストランです。
中螺旋階段あって降りれますが、ここはレストランがあるのは4階です。人気なのか結構1人待ってます。この時期ですが全然人は待ってるようです。外でも食べれるのかな、これは違うのかな、これはプール用のくつろぐ場所ですかね。座席ありますが、ちらっと動線が入って見えますが、こちらがレストランです。紹介してもよろしいですか。はい、その大きいのはなんか意味あるんですか。あ、お、です。ちょっと気になったんで。めちゃめちゃでかいと思います。では取ってきました。とりあえず第一陣、天ぷらとこちらちらし寿司、そしてこれ牛肉麺だそうです。そしてこちらがお寿司にサラダ、そしてローストビーフ、いただきます。今度は生サラダって言うんですか、冷製サラダ系サラダといってもサーモンとかエビとか、これ餃子と饅頭です。これは中華ですね。結構やっぱり台湾系の中華系のが多い気がします。ちなみに座席からこんな感じでプールが見えておりました。さらにいただいてきました。今度はサンドイッチもありました。なんかこの辺また中華系のサラダ系です。そしてお肉、魚、チキンと、これ魚とこれはフォークかな、そしてビーフシチュー、そしてなんとトムヤムがありました。でもなんかスープ取るのがなくて具だけ、エビとカニあったんで、カニは食べれなそうなんでやめました。そしてパン、パンめっちゃ種類あるんですけど、後で他の方いなかったら取ってみますが、いろいろあります。そしてチーズも何種類かあって、ブルーチーズもられます。それではいただきます。ということでイエローカレー、そして先ほどのトムヤムスープ取るのありました。さっき落とされてたんでしょうか、あったのでスープです。そしてパスタ、名前忘れました。はい、ということでデザートタイムです。美味しそうです。ここは説明なしでいきます。いただきます。ということでこちらが会計値段です。精査込みで1人2420円でテーブル会計だそうなので、はい、ということでお腹いっぱいです。食べ過ぎました。どうぞ。それではそろそろ帰ります。はい、ということでごちそうさまでした。今帰りの国際通りですが、今妻とも言ってたんですけど、行く時より人増えてる感じがしますね。全盛期の観光客の数に比べれば全然少ないですが、思ったよりは人いるなっていう印象ですが、換算っていうのはどこまで言うのか難しいですね。こんな感じです。ペアルックのカップルもいます。ということで戻ってきました。ちょっと今回のランチビュッフェの感想と、そして今回のランチビュッフェはお得情報ないですが、他のホテルなどのランチビュッフェのお得情報も含めてちょっとだけお伝えさせていただきたいと思います。今回のランチビュッフェ、 Facebook の僕の入っているコミュニティでかなり評価が高かったんですが、個人的にはそこまで高くないかなっていうのがあります。値段相応かなっていうのが個人的な感想です。僕の中でランチビュッフェコスパともにナンバーワンがあるんですけど、実はまだ1回しか行ってないので、妻とも話しててそれの評価がイメージ上がりすぎてるんじゃないかっていうのもあります。久しぶりに行ってみようかっていうお話もしてましたが、またその話は実際に行った時にお話しさせていただきます。もちろん美味しかったです。そしてローストビーフやいろんな料理が楽しめて2420円、土日で2420円、とてもお得なランチだと思います。実際最近僕がランチビュッフェに行くとめちゃめちゃお腹いっぱいになるんで、基本的にほぼ晩ご飯抜きになってるんで、2食分で考えるとめちゃめちゃコスパ高いです。なのでランチビュッフェ好きで行ってるんですけれど、今回のホテルコレクティブのランチビュッフェもなかなか良かったです。そして今回予約したのが、もちろん公式サイトで確認して電話などでも予約できるんですけれど、今回チュラ得のサービスを利用させていただきました。というのもウェブで予約ができたのでそちらを利用したんですけれど、僕の動画でチュラ得っていう言葉時々出てきますが、沖縄県民のお出かけを応援するサイトです。なので沖縄県民しか基本的に使えませんが、こちら今回行ったホテルコレクティブのレストランの名前がオールデイダイニングビジョン&エモーションっていう意味みたいですが、こちらのホテルのランチビュッフェです。そして値段はこちらで2200円で書いてますけど、これは平日の値段です。こちらのサイト経由しても同じ値段なんですけど、ウェブで予約できるっていう点だけで予約しました。そしてこちらのサイト、本当に沖縄県内のレストランのランチビュッフェいろんなところのが載ってるんで、ぜひ一度目を通してみてください。特にランチビュッフェ好きな方には。そうするといろんなランチビュッフェが1割引きとか2割引きはあまりないから、でもちょっとお得な値段で食べれるので、ぜひ見てみてください。あと僕が基本的にランチビュッフェに行くときに値段を確認するものは公式サイト、
そして今回のチュラ特、そしてあと一級っていうサイトとジャランのサイトを確認します。4つを確認して値段が安いところで予約するようにしています。なのでぜひ皆さんランチビュッフェ行かれる方はそういった形で少しでも安いところ探して行ってみてください。今回は新しくできたホテルコレクティブのランチビュッフェ行ってみましたが、こちらのチャンネルではお得情報、そして沖縄の最新情報などをお伝えさせていただいております。お得情報は日々生活の中でどうやって使っていくのかっていうのを踏まえてお伝えさせていただいております。もしよかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。バーディーカップ、バイバーイ。